ディグポークが普通だってそうではないでしょうけど、そうではない、胃が強い、胃が強い、荒ぶっている、楽しい釣りっすね、今日は楽しいっす、うん、昨日の流れのままっすよ、これ、うん、昨日何もやってない、昨日の話はなかったことです、昨日はなかったことになったので、昨日幻の山梨湖行ってたんで、山梨湖に行ってました、軍事面白かったですね、面白かったですね、ジェイ軍事、ジェイ軍事最後だけに最後 SD カード7000、1万7000するって言って、使い捨てなの、そうだよって言ったら、言ってましたね、言ってた、まだ使い捨てだと信じてますから、じゃあ今ここで明かしましょうか、 SD カードは使い捨てじゃないよ軍事今多分画面の向こうで言ってます、しかし山梨湖と違ってさすがにこっちは暑いっすな、向こうやっぱ避暑地でしたね、うん、暑いといえどもって感じでしたもんね、うん、山梨湖行きたいな、もう一回、うん、溶岩帯が懐かしい、溶岩帯夕方面白くなかったですか、面白かったっすね、あそこ釣れんすよ、あ、釣ってる人いる急いで準備して誰も釣れなかったあれはまあまあ、あれがバスフィッシング、これ霞水系、利根水系のバス釣りやっぱ岸際重要ですからね、かなり日中になってくるともう無音ぐらいのレベルの方がいいですよ無音で落とす、こういうやつだった、そういう感じですねで、釣ったらレイアラブル、アラブルレイブルン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 、それ違う人入ってるねどんどん見えてきた、追い込み状、追い込み状、ルー折り返しかな、折り返しもすぐ釣っちゃうすぐ釣っちゃう、そういうすぐ釣っちゃうのダメですか、すぐ釣っちゃうんだ、了解です、生命反応ありますけどね、めちゃめちゃ、そうですね、ただそれが鯉なのか他魚種なのかバスなのか、さっき1本だけバスは見えましたね、甘いですか、うん、4本ぐらいのが1本いたけど、あ、全く反応なかった、口使わない、使わない、まあ、ちょっと今言うて10時ぐらいって意味わかんない時間ですか意味わかんない時間から始まるみたいな、ベイト来てましたね、車が降りた瞬間でしたもんね、うん、バーンってやった、なんか食ったのか、車にビビったのか、うん、食ったとかってのはベイコンも食ったもんね、イガル釣れ、イガル釣れ、日々のフラストレーションが溜まりすぎてオラついている、昨日酒飲んでねえからオラついている、確かに飲んでない昨日飲んでないですよね、昨日飲んでない、昨日なんで飲まなかったんでしょう、昨日もうなんか気絶した、あ、確かになんか体力の限界を迎えましたね、うん、迎えた、ひなベイトっていつね、早くやっぱり、うん、今普通にマイク食わないんでボトムに落としたんですよ、はい、マイクがリアクションしやがって目合っちゃったもんないんだよな、いいから釣れよ、いいから釣れよ、いいから食えよ、マックバスだったらガツンと食いよ、おお出ねえでないよ、今の難しいバスですよね、うん、そんなに簡単なバスではない、それと小細工が必要だったバス、小細工、小細工入れたらやっぱ食ってきました、ね、うん、何もねえとこ食うんだもんな、遊ばれたなぁと思っち、遊ばれちまったよ、あいつ絶対釣り具屋から給料もらってるわ、もらってる、アウトレックから多分月25だな、結構もらったんですね結構もらってる、83ぐらいまでを使いたがるんですけど、うん、あえてこの重いハイピッチャーをシャローで使うと早く浅いレンジをこう巻けるんですよ、でここだって水深多分20センチぐらいしかないんですけど、うん、あえてこれを使うとさっきみたいなこのリアクションっぽいの
ょっと、ね、あ、ドローちょっと重いの使ってんだ。重いです、これ。これ確かに21っすよ。あ、21使ってんだ。21使ってる。完全にあそこでしょうね。完全にあそこ。いい音してますね。あそこしかね。おらついている。いいから釣れよう。折り金虫のすげえとこってヘッドの形状がカッポじゃないですか、はい、ここでも呼べるんですよ、うん、なるほど、やばいやばいやばい、腰出なかったらいいよ、すげえとこ行ってるよ、滝の超ギリギリかもしれない、もう一度行きましょう、もう一度左の方、左の方、この水量はこの暑さには美味しい、うまい、折り金虫の滝打ち、折り金虫もいいな、滝修行してますよ、痛い、いいか釣り、いいか釣り、今日は荒ぶる会をお送りしております、日立の趣味です、今日バレたらヤバそうだな、今日バレたらヤバい、もう殺す、さっき怪しいのありましたけどね、怪しいな、あれ殺されかけましたね、あれ殺されかけた、あ、フックアップはしてなかったんで、ギリ、うん、何味がいいですか、いちご、いちご飲みに行きますか、一回いちご味、釣れねえ、釣れねえ、マックシェイクおごり、マックシェイク泳いでねえわ、マックシェイク泳いでねえわ、マックシェイク泳いでなかった、マックシェイクここら辺にいるかなと思った、この辺ですけどね、かなり美味しい感じは、そうですね、まさか今の、いやいやいや、今 何にもなかったです、何にもなかったです、でもちょっと曲がりましたよね今、いや何でもないです、いや今完全に曲がった、いや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 、いや俺は見てた、いや今のはあれですよ、水面に生えてる木かなんかに当たっただけですか、いや見えた、スミスイケって可愛いからいるとこにいるんですよ、あの左奥かんではあ出てないですね、あれだな、マックシェイク L だなL サイズ、そう帰ってきたぜ、メインフィールド、メインフィールドって家の前お家の前に帰って、お家の前に、地元に帰ってきた、地元に帰ってきた、ジモティライブシャツ4時かわいいですね、かわいいですよ、これ 4.5 よりちょっとピリピリしてる、ドラーシャー久々に見たな、バブリングでも本当にいい音しますよね、そうですね、ポポポポポ、若干デカダンスの音に似てる、ああ確かにあの羽下向きの時の音に似てますね、うん、あれが釣れる音なんだな絶対的に、いろんなシャットテールのワーム使ったことありますけど、うん、多分ドライブシャットテール買ってるのはない、ああシャットテールワームで、うん、やっぱ釣れる一番、妙な手がいらない、いやこれはもう絶対釣れる、巻けばいい、巻けばいい、水面直下をゆっくり巻けばいい、追ってきて食わなかったら落とせば食うか、四角形いいし、四角形四角形に行こう、川口からもありましたよね、おおおおお、いつ世話しない、世話しない釣れた、お前そういうのやめた方がいいよマジでそういう釣り人なんじゃねえ、上行った、まだ行った、上行ってねえな、早く行こう、釣れた、出たよ、釣れたな
か場所の潰し合いが、釣るとかじゃねえ、潰し合いが。何もないね。やっぱりさっき何本釣った？10は釣った？10は行ってない。お前行ったらいいんだもん、マジで。釣った？何本？何本か。 あそこだけで絶対。あの人行ってんじゃない？あの人行かないよ、山梨湖だよ。行ったの。どこ行くの？これからこれからここの川の上行って、ああで、日立行こうかなと思って。ああ、いいね。頑張ってくれ。まだこっちやってねえと。とんでもない、とんでもない人材が反対側にいた。でも10本は釣ってないですよ、うん、あーくっすまだ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 。見てなかったわー。陽動作戦引っかかっちゃった。でも表層直下、表層直下割と下からついてきた。巻いてたらゴンと。もう持ってったんですけど抜けましたね。あ、フッキングしようかなっていう時にはもう軽くなってた。軽くなってました。あ、でもあそこから追ってきたかもしれないな。その可能性高そうですよね、うん、で影になって見え方変わってなくっちゃったみたいな。こんな感じかな。真ん中で来ると思わなかったな。いやー油断だなこれ。完全に油断。トムチがバラしばっかなので、シムさん出動です。折り金虫でエンジョフィッシング、はい、折り金虫マジ持ってますからね。何か折り金虫はマジで何かも釣れる。あっちから絶対引っ掛けの方がいいな。うら、出た。うらね、いるんですよ。折り金虫や何かを持っている。お、でけんじゃね、しかも。いいね。いいよ。今回は絶対バラさねえ、絶対バラさねえぞ。オリカネムシ最強。あー危ねえ危ねえ危ない。うー怖い怖い。よーしやれー。うーオリカネムシ持ってます。出方しょぼいんで、乗ったな食ったなっていうのに合わせてちゃんとフッキングすればこれで釣れる。いいね、健康体ですね。これがブロックボスってんだろ。でかいでかい。でかいじゃないですか。でかいじゃないですか。でかいじゃないですか。折り金虫、折り金虫どういった感じ。穏やかになりましたね。いやバスって楽しいですね。オラオラとかそういうのやってないんで。オラオラとかそういうのやってないんで。オラオラ系じゃない。いやいやいや、いいぞ。お疲れ様です。ふい。さあどこで釣ったんでしょう。あの土管の前。正解。ちょっとやりやり